あれが亜空間発生実験なんだ。はあ、すっごいね。っていうか、いきなりマガハラ出てきたりとかしないよね。今のところその気配はないですね。あれは出てくればすぐにわかる異質な雰囲気を持っていますから。それにこの実験自体うまくいっているように見えますが、まだまだ実用レベルではないようです。そっか、まあそれなら結構気楽な依頼なのかもね。ここでこうしてずっと実験の成り行きを見守ってればいいわけでしょ。エミリア、油断しちゃダメだ。カーシュ族の言い伝えに油断して転んだというのがあるんだぞ。それは言い伝えじゃなくて事実あったことでしょ。それにしても今日が仕事で潰れるなんて私ついてないな。あ、お前ら聞こえてるか。何よ、おっさん。とりあえず話を聞け。今さっきウラール教団の研究施設に原生生物が侵入したって騒ぎになってる。え、なんでそんな簡単に。理由はわからねえが放ってはおけねえ。一番近いのはお前たちだ。言ってくれるか。なんでそんな遠回しな言い方してんの。行けって命令すればいいじゃん。割と危険な場所なんだよ。今までとはレベルが違うやべえ感じのな。それでも言ってくれるか。ちょ、あんた勝手に決めないでよ。そりゃ私たち以外誰も行けないってんならしょうがないけど。でも勘違いしないでよ、おっさん。しょうがなくなんだからね。おっさんのためとかじゃないんだから。好きにしろ。だな、一つだけ言っておくことがある。何よ、小言ならもう十分。怪我せず帰ってこい。また。え？怪我すんなって言ったんだよ。分かったら返事。あ、はい。よし、それじゃ行ってこい。今の心配してくれたのかな。まさかね。